こんにちは、ささ木です。本日は、メルカリ。おすすめ、決算サービス、メルペイ登場。決算方法の仕組みとはというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、メルカリから新しく出た、決算サービス、メルペイについて、え詳細ですね。 なことはですね、あの、ぜひね、あのー、説明させていただきます。はい。で、えー、メルペなんですけど、まあ、メルカリアプリを利用したね、決済アプリのサービスとなります。で、売り上げポイントですね。売り上げでポイントを購入して、まあ、そのポイントでね、メルカリのお買い物や、まあ、提携してるね、コンビニなどのメルペですね。 メルペイ加盟店でお支払いがご利用ができます。で、銀行ボードですね。お支払い用の銀行ボードに登録すると、メールリの売上金をそのままね、お知らせにご利用いただけるようになります。まあ、ここら辺がね、大まかな、あのー、サービス内容ですね。まあ、ですが、今現時点で iPhone7 以上ですね。と、Apple Watch ですね。なので、Android は今対応してないので、まあ、こちらのみのね、 端末持ってる方はこの点がね、あの、あの、まあ、しっかりしてないというか、もうこの部分、このね、端末しか利用できないので、その点注意していただくといいかと思います。はい。では、よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載します。 是非楽しみにしてください。登録したいニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後を見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。